どうも、高井です。被害者ブル、弱者狙う支配者、カムを捕食。善良でおとなしい人ほど、支配者狙われたで、こいつカムだなって思われたら、徹底的に捕食されて疲弊してしまいます。そうはなりたくないよね。内容をこちらにまとめ上げました。必要最低限のところで、税肉を徹底的にそぎ落としましたが、それでも15分以上かかってしまうでしょう。ですが、引き続きこのままご視聴ください。 よかったら、いいねね。ボタンを押して、ね、周りにいる被害者ぶる人たち現代社会はルールのない弱肉強縮の世界ではない誰かが誰かに被害を与えたら社会全体で被害者を救済して加害者に罰や教育を与えるという建前になっている被害者が被害を受けたことを訴えれば社会が被害者を支援し加害者を糾弾して時には罰を与えることもある被害者の強さを悪用する人たちもいる 自分は被害者だとアピールすることによって逆に誰かを攻撃する。被害者ぶる人が増えた背景。被害者ぶって他人を攻撃するのは人間の差があって、それは今も昔も変わらない。ただ、かつては自分の中の被害者意識をうまくコントロールして、特に問題なく生活意識した人が多かった。なぜここに来て被害者ぶる人が目立つようになったのか。昔から自分は被害者だと訴えたい人を言いたが、その声を広く届ける手段がかけられていた。今は SNS で。 誰でも気軽に自分の声を第三者に届けられる。社会全体に被害者意識が強まっていて、コントロールが効かなくなって印象を受ける。世間に漂う被害者ぶるムードを同じように感じ取っている人は多いはずだ。社会全体に被害者意識が強まってきたのはなぜか。背景に三3つの要因がある。1、格差の拡大。格差が自分は割を食っているという認識を生む。格差世界の仮想人種ほど自分は割を食っていると思いやすい。 自分は上層や中間層と同じように努力をしてきたが、外部の要因に今厳しい毎日を送っている。悪いのは自分でなく格差を出す不公平な社会の方であり、自分はむしろ被害者という論理だ。クレーマーが得をする社会。かつては利得を得るために誰かが被害を主張しても、そう簡単に認められず、結果的に利得を得られないことが多かった。例えば親が学校に、うちの子の成績悪いのは先生の教え方が悪いからだ。 担任を変えろと文句をつけても学校は相手にしなかった。しかし最近は違う。学校は保護者のクレームに身を傾け、できるだけ容器を飲もうとする。利得の容器が取ると本人はそれに味を占める。また、周りも文句をつけた方が得かもしれないと考え。自分も被害者のふりをしようとする。三、自己責任社会。過剰な自己責任論は人を追い詰める。小泉内閣機以降、日本では新自由主義的な自己責任論が幅を利かせるようになった。 政府が自己責任を強調するのは国家財政が悪化して国家は国民の面倒を見ることが難しくなってきたからだろう。その背景には高齢化の影響で社会保障費が年々膨らむ一方という事情がある。こ伸びを抑えるために自分の,の面倒は自分で見てくださいという政策をシフトしてきた。企業もこの流れに便乗した。成果主義が相次いで導入されたが、成果主義は成果を出した人を幸遇する一方で成果を出せない人を容赦なく切り捨てる。 終身雇用と年功上で誰でもほぼ定年まで安定した収入があった時代と違って稼げるかどうかは本人次第だった。被害者ぶる人が目立ち始めたのは自己責任の反省の結果である。自己責任社会では就職できないのも結婚できないのも給料が上がらないのも全て自分のせいだと言われる。普通の人にとって自分の能力は努力を否定されるのに耐え難い。 そこで防衛のためにうまくいかなかったのは自分のせいではないと否認する。そしてその説明のために悪いのは誰々のせい。自分は被害者だと責任転嫁する。被害者意識が人一倍強いのはこんな人。本人の被害の受け止め方と周囲の捉え方との間に落差があること。事実そのものにが地球の場合、ある女性が夫に殴られて下に鼓舞ができたと DV が訴えたが、その後、 自分で額をコンクリートの紙に何度もぶつけているのを目撃したと同じマンションの住人が証言したケース。事実だったもの、その程度をめぐる認識が異なる場合。部下のミスを上司が注意し、注意した事実は誰もが認めている。注意の仕方は周囲神と温度なものままで特に問題になるものではなかった。ところは部下だけが傷ついぎたばらだと騒いでいる。被害者ぶる人には目的がある。目的は大きくかけて3つある。1、利得を得たいメリット型。 典型的なのは企業をターゲットしたクレームだ。商品やサービスに文句をつけて料金を安くしてもらったり、何らかの特典を引き出したりする。メリット型の人が狙うのは直接的な金銭だけじゃない。精神科には疾病利得を狙って来院する患者を見る。うつ病と診断されれば会社を休めるし、会社から給料をもらえなくても、保険から傷病手当金を受け取れ,れる。PTSD と診断されれば、その原因となった人物や会社を相手取って損害賠償を請求することもできる。 うつ病は PTSD と認められるには、医師による厳密な診断が必要だ。ところが医師の中には、作病と傷つきつつも、患者に言われるまに診断書を書いてしまう医師がある。正直にそれは作病でしょうと感破しようなら、口コミ掲示板に、あの先生はやぶ医者だ。誤診で症状が悪化したなどと書かれてしまう。会議員にとって、そういった噂を立てられること自体が痛手になる。2、注目を集めたいスポットライト型。スポットライト型は目立ちがたがり屋だ。 主役した注目されることに強い生きがいや喜びを感じる。目指すための成功法は、人より引き入れた能力を持ち、人より優れた実績を残すことだろう。目指したい人がいても、その多くは能力不足で、スポットライトは浴びられない。能力が足りない人でも、手っ取り早く目指す方法がある。それは被害者になること。悲劇の主人公になりが被害を受けたと主張すればいい。そう一切で打ち上げてしまえば、能力にか,かわらず、誰でもスポットライトは浴びられる。三、復讐したいリベンジ型。 実際に被害を受けた場合だけでなく、実際に被害を受けてない場合でも、自分は被害者と信じている。怒りを加害者や関係ない第三者にぶつけて攻撃するために、本当に受けてない被害を捏造したり、受けた被害を古代に言い立てたりする。リベンジ型は自爆テロで相手を攻撃。必ずしも自分にプラスにならなくても、復讐を遂げたいというレベルはまだ可愛いものだ。自分に不利益があっても、お構いなしに相手を攻撃する。 自分に害を覚した相手を直接復讐できないと、しばしば代わりに他の人をターゲットにする。力関係などの問題でリベンジすることが現実では難しい場合、その矛先は叩きやすい相手に向かうケースが多い。叩くターゲットになりそうな相手から、被害を受けたと、真の被害者と自分を同一する。自分が被害者と一体になれば、被害者の立場に立てるので、思う存分抜身ができる。被害者との同一性によって、リベンジ型の人は正義を手,手にする。 正義の側に立つと、自分が行う被害者への処罰は正当なものであると胸を張れる。ターゲットはもともと抵抗できない立場にいることもありって、行動をますますエスカレートしていく。被害者ぶる目的は一つに限らない。被害者ぶる人は三つの目的。メリット型、スポットライト型、リベンジ型。この三つはきれいに分かっているわけではない。多かれ少なかれこれらの二つか三つを合わせ持っていることが多い。こうして被害者意識が強くなっていく。被害者意識の強い人イコール、 貧乏、孤独な人は間違ったイメージ。研究をまとめた記事、炎上するのは馬鹿で暇人たちなのかによると、炎上参加者には乾燥を軽く書き込むだけのライトな参加者と、広域的な書き込みを必要に繰り返すヘビーな参加者がいるという。ライトな参加者は30から40代が中心で、個人年収やスタイル年収が高いほど参加率も高くなる。子供と同居している人も参加率が高い。では、ヘビーな参加者の方はどうか 4万人を対象とした別のアンケート調査では、過去1年間に11件以上の炎上事件に参加し、1件当たり最高で50回以上書き込んだ人7人いた。この7人が炎上の中心人物だが、客観的属性に明確な特徴がなく、学歴、収入、既婚、未婚はバラバラだという結果だった。7人の炎上の中心人物は主観的な考え方に明確な特徴があった。罪を犯した人は世の中から退場すべき。ずるい奴がのさぼるのか。 努力は向かわれないものだと考えるけれど、ここはライトの参加者に比べて強かった。成功者と被害者分人は紙一重。一部の天才の時、多くは子供の頃から塾愛をするなどして勉強を重ねてきて、今のポジションや収入を手に入れる。血のにじむ努力をして、手に入れたポジションや収入だけに、それらに対する執着人一,一倍強い。執着が強ければ自己保身の余も強くなる。保身というメリットのために、自分が被害者であるかのように沿うのである。 被害者意識の猫のような自己愛。自己愛が強いほど自分はすごいという万能感に抱きやすい。自分を過大評価している人は本当は力不足の自分に気づきたくない。そこで行うのが否認である。否認は事実をごまかしたり否定したりすることによって認めたくないものが目をそらして心の平安を保とうとする。最も原始的な自己規制の一つだ。不都合な真実を突きつけられた時に、そんなことは言ってない。そんな話は聞いたいと白を切ったり、 記憶にないあなたの誤解ではないかとはぐら開催するのは否認という自己規制のなせる技といえる親の強い自己愛をコピーされる自己愛の強い人は自己愛の強い親に育てられていることが多い自己愛の強い親は自分の自己愛を子供に投影する子供に過剰な期待を寄せスパルタ式で鍛えるのである経済が停滞する時代突然して多くの親が自己実現を諦めざるを得ない条件を追い込まれた自己実現を諦めたからといっていい暮らしができるわけではない 大切なものを犠牲にした割に得るものは少なく、あの時諦めていなければという後悔な気持ちがますます膨らんでいく。子供に夢を託さなければ親もやってはいけない。被害者ぶる人が身を守れ、厄介な相手とて認識させる。被害者ぶる人が狙ううちにすな弱い人だ。具体的には数学的におとなしくて従順な人や、職場や家庭の人間関係で自分より立場の弱い人がターゲットになる。 もし自分が被害者ぶる人のターゲットにされて、加害者に従を上げられそうになったらどうすべきか。まずやってほしいのは反応なのである。例えば、あなたのミスでこちらまで被害を受けたと主張されたとする。相手の言うことは全面的に正しいならす直に謝ればいい。しかし、全く事実の無言だったり、誇張されている部分があったりしたら、面と向かって反応しよう。私のやったことがあなたの仕事に影響を与えたとは思いません。何かの誤解ではないですか実際のところこうして反応しても被害者ぶる人が主張を引っ込める可能性は低い。 色にならないと分かっている、なぜ反論するのか。それは、私が組みしやすい相手ではない。私に絡むと痛い目はあなたの方だというメッセージを厳害に伝えためだ。被害者ぶり人は責任なスーツ系候を見つけたら、まず軽く攻撃して様子を見る。攻撃を仕掛けても相手が反撃しなくなれば、攻撃をさらにエスカレートする。こちらは殴っても殴り返してこない相手と確認してから本気で攻撃と移っていく。敬語で自分の身を守る。 被害者ぶる人から攻撃を受けたら、エスカレートする前にスカス反論することが大切だ。ただ、被害者ぶる人を相手にするときには、やみくめに反論しちゃいけない。反論時の言葉遣いは丁寧な方がいい。何か記憶に間違いがあるのではないですか私は自分の仕事を100%こなしました。結果が出なかったら、あなたの行動に問題があったからでしょう。被害者ぶる人は新たに被害者を装う材料を常に探しているので、こちらが丁寧な言葉遣いをする必要がある。被害者ぶる人と一対一になってはいけない。 被害者ぶる人は、被害を演出するために、あなたの指示で失敗した、暴言を吐かれたなどと、話を捏造したり、もったりすることがある。存在しないことを証明するのは事実上不可能であることを、悪魔の証明というが、言ってないことを証明するのも不可能に近い。最近、パセクハラやパワハラの対策として、会議室はあえて外から見えるように設計したり、扉を開けたままにしたりする会社が増えてきたという。こうした対策は、セクハラやパワハラ被害の防止につながるだけでなく、それらのハラスメント、まさに冤罪にも、防止に、 もう役立っている。負担を一人に押し付けてはいけない。職場に被害者ぶる人がいてみんなに迷惑をかけているなら、組織的に対応することも検討したい。被害者ぶる人の扱いを例えばマネージャー一人に押し付けると、そのマネージャーはつぶれかねない。マネージャーは悪くないと周囲を理解していても、被害者ぶる人からターゲットにされただけで否してしまう。組織的に対応するなら人事移動を活用したい。被害者ぶる人が騒ぎ立てで職場の場を乱すようになったら、他の部署に移動させるのだ。 読み上げましたが、全体的に思うのはやっぱりね、弱い人はターゲットにされやすいんですよ。あなたが自身が弱いっていう自覚なだったら、ぜひとも今回の内容を活かして、身につけて、そしてハイエナから身を避けて生きていきましょう。チャンネル登録者が一人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。